はい、こんにちは。沖縄おばばでさえミーたんがね、今日もここにいますよ。はいはい。かわいいですね。開けとくんですけどね、なんだろう。<laughs> 入ってますね。今日はこっちに。はい。昨日はこっちでしたけどね。はい。えー、皆さんね、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えーとですね、こちらもね、あまり、あの、良いお知らせではないかもしれないんですけど、まあこれもね、えー、いわゆる、あの、 想定内といえば想定内のことです。はい。え4、ー、のね、6波です。はい。4の6波で、えー、まあ、ひよこちゃんですね。はい。えー、ティーンエイジ g から、あーゼロ0のひよこちゃんですね。0から、0、えー、ティ14ですね。0ティ14、ね、のね、ぴよこちゃんたちの、お星様ですね。キラキラ率が、なんと、 8倍。平均して8倍です。多いところではもっとあります。はい。そういうことでございます。はい。えー、皆様もう言わなくても何を言いたいかわかってるのでね。これ以上はあ言いませんけど、そういうことなんですよ。はい。8倍です。ぬっぽんも覚悟が必要ですあ。これから、これからね、大変なことになりますよ。大人も子供も。 はい。そういうことです。ああ、あーって感じです、本当に。<laughs> まあ、笑ってる場合ではないんですけど、まあ、しょうがないです、これは。もう、ね、時間はあ、元には戻せません。はい。時間は、元には戻せません。願わくば、ね、えー、一人でもね、えー、多くの、多くのね、はい、えー、親の方がね、 お目目をパッチリ冷ましてお花畑じゃなくなってね。はい。えー、自分とね、ピヨコちゃんに、いわゆるデトックスですね。はい、えー。これをするというのが一番の方法でございます。はい。なので、えー、もうね、はい、えー。こちらの方も一応ね、記事どっかにペタンとしておきます。 もうこれを願うしかありません。もう何にもできません。はい。そういうことです。はい。えー、それからね、先ほどちょっとコメントがあったんですけど、まあ、あれ、まあ、学校ですね、学校。はい。お子ちゃまの学校です。で、給食がね、なんか強制になるとかって書かれてたお母さんがいたんですけど、多分法律違反ですね、これ。はい。あの、アレルギー、アレルギーも持った子もいますし、はい。また、親のね、 えー、なんて言うのかなあー。そういったいろんな宗教的なものでね、食べられないものがであるお子さんもいるはずなんですよ。今あ、日本のね、小学校に行ってる子たちは日本人ばっかりではありませんので、豚肉がダメとかね。えー、まあ、そういう子もいるわけなんですよ。はい。なので、えー、これね、あのー、一回、 学校と交渉してください。あと私の知ってる例では、あの、ベジタリアンのか家庭で育ったお子さんが、やっぱ給食はね、ちょっと嫌なのでっていうことで、えー、お母さんがー、ベジタリアンのメニューで、えー、同じものを作って持たせてたっていう例もあります。はい。 えー、こればっかりは、あのー、ちょっと法律違反だと思います。はい。えー、給食強制っていうのはちょっときゅう、あのー、法律違反なので、えー、ちょっと学校と話し合ってください。はい。えー、それしかあ、ダメですね、ほとんど。あのー、添加物多すぎです、本当に。はい。安全な給食じゃないです、本当に。はい。えー、国がどうこうじゃなくて、えー、まあ、日本の国っていうのはもう、 穴だらけですからね、この点でね。はい。え、なので、えー、まあ、基準が非常にひどいんでね。えー、なので、えー、給食は強制っていうことはまあ、法律上多分やってはいけないと思います。はい。えー、そういうふうに言ってるだけだと思います。はい。お母さんは、ちょっと、強めに言った方がいいですね。えー、弁護士さんに相談しますけどよろしいですかっていうふうに、学校側に言うと、大体折れます。 はい。そこまで言ってください。弁護士に相談させていただきますと。はい。えー、それでよろしいでしょうかと。はい。えー、言ってください。多分、オッケーでます、お弁当。はい。まあ、そこまでね、強気にならないと、おほほ。ぬの場合ダメですね。はい。そこまで強気になるとね、だいたい折れ、折れます。私の知っている例で。 え、いろんな例があるんですけど、まあ、給食ではないんですけどね。はい。いろんな例ありますけど、だいたい折れます。はい。えー、そういうことです。例えばね、え、看護の学校のね、例のコロアンティーナの騒ぎの時に、あのー、例のね、例のケーキですね、えー、食べろって強制してきたんですけど、えー、その時にね、 知り合いの方で弁護士に相談させていただきます。それでよろしいでしょうか訴えてもいいでしょうかって言ったら、折れました。はい。<laughs> えー、日本人はね、大体いい折れるんですよ。そういうふうに言うと。はい。なので、これ、あのー、学校側にね、えー、そういうふうに交渉してください。はい、えー。もうね、自分の子供を守るのは自分しかありません。はい。 えー、せっかくね、添加物のないね、食事をが、あの、お家で食べているのに、添加物まんみれの食事をね、給食で食べさせられたら元も子もありませんから、体もね、えー、免疫力もね、えー、ちょっとね、えー、だだ下がりになってしまいますのでね。はい、まあそういうことなんで、ここら辺はね、えー、どうぞ交渉してみてください。よろしくお願いします。まずね、強制はできないと思いますよ。 はいあの。人間、あの、アレルギーとかもあるんでね。はい。えー、何かね、えー、言われたら、あーまあ、もし、お医者様に、とか、知り合いにいたらね、一筆ね、化学物質過敏症だっていうことを書いてもらえれば、いいんじゃないかなと思います。はい。まあ、そういうことです。 まあ、それにしてもね、安心して全く住めないですよね。<laughs> そういうことでございます。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。はーい。み、ね、たーん。ね可かわいいですね。はい。